夕方、パートから帰ったら中に息子の友達が数人遊びに来ていた。しかも、その中の一人が、金髪碧眼。日本語で悠長に挨拶をしてくれた。はじめまして。僕はアーニー・カニンガム、亀井、です。父の仕事の都合で、カリフォルニアから来ました。父が日本の大ファンなので、僕も日本語をたくさん勉強しました。座右の銘は、野口秀世野口秀世です。よろしくお願いします。すごく悠長な日本語だったが、座右の銘がそれかよ。笑ってはいけない、と思ったがお盆を持った手がガタガタ震えてグラス全部落としそうになったわ。危なかった。座右の銘にその言葉を教え込んだのは誰だ？外人はダジャレ好きだからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。